皆さんこんにちは。動きのコツ研究所リハビリセンターの狩羽大輔です。と今回なんですけども、立ち上がる時に麻痺側の足にしっかり支えられるようになるためのお尻のコツになります。とどういうことかと言いますと、皆様立ち上がる時に麻痺側の足にですね、体重が乗せようと思ってもあまり乗せられずに、ついついいい方の足に頼ってしまうということないでしょうか。で、今回ですね、そのような場合はただ単に麻痺側の足にですね、体重を乗せようと思うのではなくて、その前のこの座った時の姿勢ですね、ここから見直していきましょう。ではどういうことか順番にご説明していきますね。まず皆様こう椅子に座っていただいて、椅子に座っている時の体重どこに乗っているか分かりますでしょうか。立っている時は2本足なので足の裏に体重が乗ってます。でも座っている時はお尻に体重が多く乗っているんですね。で、このお尻に乗っている体重、麻痺側のお尻といい方のお尻で体重の乗り具合違いはないでしょうか。もしかしたらですね、麻痺側のお尻の方がなんか体重の乗り具合薄いなとか、全体的に乗ってる範囲が狭いなとかあるかと思います。それに対していい方のお尻はお尻全体的にですね、まんべんなく体重が乗っているのではないでしょうか。どういうことかと言いますと、麻痺側のお尻というのはあまり体重が感じられていない方が多いです。そうするとですね、結局のところ麻痺側のお尻に体重が乗っていないので、このもう座った時点でいい方のお尻に体重が偏ってるんですね。ってことは、その状態から立ち上がろうと思っても麻痺側の足に体重、足にですね、体重が乗せにくいんです。どうしてもいい方に体重が乗っているので、いい方のお尻、いい方の足っていう風に体重が偏ってしまうんですね。なので皆さん、まずはですね、この座ったところで左右に体重移動してみてください。このようにですね、麻痺側のお尻に体重を乗せていく、でいい方のお尻にも体重を乗せていく。そうするとですね、少しずつ麻痺側のお尻にも体重が感じられるようになってきたりとか、体重乗ってる範囲が広くなってくることが分かりますでしょうか。こういう変化が実感できたら OK です。そうしたらですね、次にお辞儀をしていきましょう。お辞儀をするとお尻に乗っている体重が太ももの裏、そして足の裏に体重移動が起こります。そうするとですね、麻痺側の足にも体重がしっかりと感じられるようになってきます。そうしたら立ち上がっていきましょう。するといかがでしょうか。先ほどよりも、普段よりもですね、麻痺側の足に体重が乗ってる感じが増えていたら大成功です。で、これが僕たちが今やっている動きのコツの考え方をもとにした方法になります。で、よくですね、麻痺側の足に体重が乗せられないってなると、結構こう筋トレしたりとか、あるいはこうすごくこう踏ん張ってなんとかもう無理やり乗せようという方多いのではないでしょうか。それでも良くならないという場合は、やっぱり問題はグッともう無理やり体重を乗せるとか筋力が足りないからとかではないんですね。問題はもう体の使い方とか、あとその土台の、まあ、その手前のこの土台作りがしっかりしてるかどうかっていうところがすごく大事です。なのでまたぜひですね、この動画見ていただいて実践していただけると嬉しく思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか。またですね、同じような症状でお悩みの方はですね、ぜひまた僕たちの動画のチャンネル内で検索ですね、動きのコツ立ち上がるとかで検索していただくと、立ち上がり方他にもいろいろ出てますので、またぜひご覧くださいませ。で、さらにですね、より細かな、やっぱこうもうちょっと細かく内容を知りたいなという方は、ぜひライブ配信ご覧ください。
ライブ配信ではいろんなテーマでですね、リアルタイムで配信を行っています。リアルタイムなので、その場でコメントとかをいただけましたら、そういったコメントをご紹介してご説明をさせていただきます。なので、その場で知りたいことが知ることができますので、ぜひご活用ください。で、さらにですね、ライブ配信見ていただくときには何時何分か、何時何分に配信するかとか、皆様がね、わからないとお困りかなと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。チャンネル登録していただきますと、僕たちが何時何分にライブ配信するよとか設定した段階で、あなたの元に通知が行くようになりますので、ぜひご活用くださいませ。はい、以上になります。ありがとうございました。